一応、なんちゅうんですか、この部分も一応、例の貫通圏というやつですよね。こっち側から穴開けたら、こっちには、笑ってる場合じゃないんですよ、これ。色塗ってからこれやっちゃったからね、もう、これ展示した時に、コインが、マスキングテープで隠して展示していたんですよ、確か。それ、さすがにそれはちょっと恥ずかしいな、っちゅって、色を塗り直そうと思ったら、こんなになっちゃったからね、これか、こんな感じになっちゃった。もうすっごい盛り直したというか、もう大体あれなんですよ。ガレージキットっていうのはシリコンで型作るから、これぐらい補正しないといけないんですよ。だからフィニッシャーの方ですっごい真面目な方、一応そういうのをクライアントというか塗装を頼んだ人に聞いて、こういうふうにしたらいいと思うんだけど、どうしますかって聞いてくると思いますけど、だからもう、おそらくかなり重要な部分に類すると思うんだけど、隙間が空くんですよね。でもまあそういうのはどうでもいいとして、どうでもよくはないんですけど、もうだからこれですよ。これ確かかなり使えたと思うんですけど、わ、なんか今、大雨の音がしているね。で、何やるかっていうと、もう、これで、剥離ですよ。これで剥離がいけるはずなんですけど、これ、すごい効いたかなというイメージですよね。これは、具合いいな。こんなやつがフェイスブックで見た記憶ある。 なんかディオールとか、あとなんかそういうようなイヴ・サンローランとかのファンデーションってあるじゃないですか、女性の 化粧品で。それがなんかぐちゃぐちゃになっちゃったっちゅうのを、粉を全部ボロボロに、は、あの粉っぽくなっちゃったの全部一回取り出して、なんていうんですか、コンパクトっていうんですかね、あれをもう一回全部きれいに洗い直して、それでリビルドっていう、リビルドっていうかリメイクっていうんですか、リプロダクションっていうんですかね、それでなんかあれはまた売るんですかね。いや、なんかそんなイメージな、なのこんなイメージのやつありましたよ。すっげえ剥離できますね。ツールウォッシュって危ないんですよ、だから。で、今、すっごい換気扇回したいんだけど、うるさいので、換気扇をかけずにやってるから、部屋が臭くなってきているんです、急に。部屋というか、私の顔の周りが。で、一応真面目にやっていますよっていうのをとりあえず、確認していただけるんじゃないかな。まあこれがだからしばらくしたらもうこれでまた動画を撮影が終了するので。これなんか撮影があれなんで、上と下がよく分からなくなっちゃってるんですよ。もうちょっとこうやって中につけ込んどかないと。これ物によってはあれですよね、この剥離の時間がかかるやつありますよね。これのが多分時間的にクリアコートの量とかにもよると思うんですけど、
クリアっていうのがあの中に顔料が入ってないじゃないですか。だからあの時として時間かかる時ありますよね。クリアを拭いて厚めに拭いたりすると。それからクリアの成分が違うとかだと思うんですけど、これ慌ててはいけないんですよ。でまあとりあえずこれが今塗装が急にゲリラ豪雨なんですよ。今聞こえるかな。でこれからサフを吹いて行こうと思うんだけど、雨が降ってるからどうしようかな、かぶるんかな。具合悪いなあ、中間ですね。まあとりあえず大体剥離できてるんで、これからこれを一回きれいに拭き直して、拭いてもう一回きれいに洗って、さてサフを拭こうかという、やっとサフが拭けるよという感じですね。